にちは、授業準備 TV のゆめのんです。学校生活ではノートを集めたりプリントを配布したりすることが頻繁にありますよね。この作業は意外と時間がかかってしまい、他の作業に充てられる時間が少なくなってしまっていると悩んでいる先生方も多いのではないでしょうか。今回は提出物集めと配布物の配布を効率化する方法をご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。まず提出物集めの効率化、集めるものとしては宿題のノートやテストなどが多いと思いますので、それらの集め方のポイントについて見ていきましょう。まずはノート集めのポイントです。ノート集めのポイントは素早くすることと投稿者の先生はおっしゃっています。ノートを集めている時間は子どもたちは学習していません。少しでも子どもたちの学習している時間を長くするためにも、ノート集めは素早く行うのが大切です。集める方法としては、グループで集める、出席番号順で集める、早く終わった子どもから集める、早く終わった子どもから持ってこさせて、その場でハンコをして返す、ペアで持ってこさせる、など様々な方法があります。それぞれに2点があり、例えばグループで集める場合であれば、まとまって集めることができ、提出漏れが少なくなります。また子どもたちの間で、誰がやる、僕が集めるよといったような協力関係も生まれますし、配る時もグループ単位で配布できるため楽に返すことができます。また出席番号で集めると、成績をつけたい時にチェックしやすいという利点があります。ここでのポイントは、出席番号が1番の子どもから最後の子どもまでを一気に集めるのではなく、1番から10番、11番から20番、21番から30番というように、3つから4つに分けて集めるようにさせることです。先生が1番から10番のグループはいつも早いなぁなどと褒めてあげると、他のグループの子どもたちも負けないぞと次からより早く集めようと頑張ります。このようにその場に応じて方法を使い分けられると、さらに効率よく集めることができそうですね。続いてテストを集める時のポイントです。テストの集め方として、投稿者の先生は3つの方法を紹介してくださっています。1つ目は、時間で区切って全員一斉に提出させる方法です。ミニテストなどを短時間で終わらせるときに有効です。一斉に提出させるときは、出席番号にすると成績がつけやすいので、ノートの集め方の出席番号で集めるという方法を組み合わせることがおすすめだそうです。2つ目は、テストが終わった子どもたちから出席番号順になるように提出させるという方法です。子どもによってテストが終わるまでに時間差が出てきてしまいますよね。そこで終わった子どもから提出させるようにします。その際、終わった順番だと名簿順がバラバラになってしまい、転記するときに手間が発生します。そこで番号を一定の区切りごとに提出する場所を決めておき、1から10、11から20、21から30などゾーンを分け、番号順になるように提出させるのがおすすめだそうです。続いて3つ目は、テストが終わった子どもから提出させ、その場で丸付けをして返し、直しまでを一コマの授業の中で行う方法です。投稿者の先生はこの方法を一番おすすめとおっしゃっています。しかし、一コマの授業の中で全部丸付けするのが間に合わないということもあるそうです。その際はテストの表面だけを丸付けし、そして休み時間などを活用して残った裏面の丸付けをし、その日のうちに返却するようにするそうです。投稿者の先生は、子どもたちからもテスト返しが早いことで喜ばれ、放課後に丸付けの仕事も残らないため、教材研究に時間を割くことにつながるとおっしゃっています。またテストの時は、終わった子どもたちへの指示出しも重要です。何をさせておくのかきちんと指示を出しておき、黒板に書いて可視化しておくと、子どもたちも一目でわかるため、すぐに学習に取り掛かることができます。最後に、効率よく配布物を配る方法としては、配布ボックスを活用することがおすすめだそうです。配布ボックスを用意しておいて、係や当番またはボランティアの子どもたちに配ってもらいます。配る必要があるたびに毎回子どもたちに呼びかけるのではなく、配布ボックスに配ってありがとうと裏表2種類の表示を作っておくそうです。そうすることで、必要な時にボックスを配ってを前にしておけば、係が率先して配ってくれるようなシステムになるとのことでした。いかがでしたでしょうか。今回は提出物集めと配布を効率化する方法をご紹介しました。自分のクラスではこのように取り組んでますなど、アイデアがありましたらぜひコメントお願いします。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。